はい、というわけでございまして山田でございます。アロマプリエールというね宇都宮の一流メンズエステ店で、店長させていただいております。いつも、ありがとうございます。お世話になっております。ということで、まあ、特別ね今日も話すことはないんですけれども、200回を前にしてね、200回まではとりあえずっていうことで、やらせていただきますけれども、皆様お仕事探していらっしゃいますでしょうか。で、メンズエステというお仕事、興味おありでしょうか。興味ある方が聞いてるんでしょうか。それとも、すでに働いている方が聞いていらっしゃるんでしょうか。で、少しでもね、メンズエステというお仕事に自信を持っていただきたくてね、既存の方でもね時点で頑張ったらいいと思いますよ。今いるお店でね、頑張ったらいいと思う。だけどね決して後ろめたさを感じることはないよ。素晴らしい仕事だと思って胸張って、私はメンズエステのセラピストやってんだっていうことでね、やってくださいよ。それぐらい自信持っていい仕事だし、僕は、ね、まあ一般的なお仕事よりもさらに、まあ技術もそうだけど、なんていうのかな、心の能力、心に能力なんかねえか、なんか心のまあなんていうのかな、クオリティ違うなんかもね高いと思う、高さが必要だと思ってます。だからね頑張ってね、まだ日の目を見てないセラピストさんもいるかもしれない、一生懸命やっててもなかなかっていう方もいるかもしれないけども、一生懸命やってることが素晴らしいし、やっぱり心のねそういった部分、心をきれいにしていくというかね、優しさを持てるようになるというか、そういったところっていうのはね、本当に、なんつうのかな、他の仕事でもあるけど、なかなか得られないもの部分でもあったりすると思います。もう究極な仕事、ね、男と女しかいないんだしさ、男とで異性を相手にするわけじゃんよ、ね、そういうお仕事でさ、なおかつその一方的にケアをするというね、心や体を癒すというところで、特にやっぱ心が大事だからね、これはね、それを磨けるというのがなかなかない、だって心を心がね磨かれていないとなかなかやっぱりね、長く活躍することができないかも、また難しく思っちゃうかな。もう僕が喋れば喋るほど難しくなって、二の足を踏むっていうねいう可能性もなきゃにしもあらずですけども、言いたいこと言いますからね、やりたい放題やってますし、この YouTube ではね、なので、いいんですけど、やっぱ心を磨けるっていうのが素敵なことですよ。で、何に関しても今後の人生でね役に立ちますから、このねプリエールで、プリエールじゃなくてもいいですよ、メンズエステ店で、その目の前のお客様一人一人を癒していく、優しくしていくっていうこと、ね、受け入れるよう、その方の疲れをね、心の疲れを受け入れて癒していくっていうのがね、やっぱ心の成長、セラピスト個々の心の成長につながる、お仕事ですから、本当にやりがいがある、本当にねどんどんねのめり込んだ方がいいと思う、どんどんね真剣になった方がいいと思いますよ、そしたらね本当に自分がね、強い心であり、そして優しい、誰よりも優しい心を持ったセラピストさん、人間に、なっていけるんじゃないかなと、思っております。僕もね修行だと思ってね、この仕事やっぱいろんなお客様もいるしね、いろんなセラピストさんもいるし、その中でやっぱり修行、やっぱりねセラピストさんに心を求めるとしたらならば、僕がちゃんとした心を持ってなきゃいけないじゃないですか、ね、自分が腐った心を持ってるにもかかわらずね、持ってる癖してね、セラピストさんにお前なんて言いませんよ、僕もう本当ね穏やかな店長ですから、敬語で話しても若い方でも敬語で話すぐらいの、まあ当たり前か、ビジネスパートナーだからね当たり前だけど、いうようなスタンスでやってますが、それこそ、自分の心を磨かないとね、セラピストさん一人一人にね、
心をきれいにしなさい、心をきれいにしなさい、優しくなりなさい、優しくなりなさいと言えないじゃないですか。うん、なので本当にね、もう修行だと思って、本当に自分も今の言い方合ってたかなとか、今の立ち振る舞いは冷たくなかったかなとか、自分中心すぎなかったかなとかね、それとも心に相手の心に響かなかったかなとかね、例えば嫌われたくなくて、ね、いい人で思われたくて相手に響かないような言い回ししちゃったかなとかね、本当いろんなことを考えながら、顧みながら、反省しながら、運営させていただいております。それこそね、そんなに、女性も得意ではないし、苦手ですよ、話すのことすら、だけどね、その方が良くなるためにね、そしてお店が良くなるために、なんとかしようと思ってね、日々運営させていただいております。でちょっと話戻しますけれどもね、本当にね、心を磨ける、心が強くなったら本当何でもできるようになるからね、だからね、いいもう学校だと思ってね、心を強くする学校だと思って、なおかつ稼げますぜ、ね、お金もらいながら、学校だと思ってね、やったらいいと思う。いろんな方、いろんなお客様もいるしね、その中でその方を楽しませていくにはどうしたらいいか、ね、その方を喜ばせるにはどうしたらいいか、ね、その方がちょっと苦手な方でもね、自分と楽しく、時間を過ごしていただけるにはどうしたらいいかっていう、相手にとって、いいことを考えてね、それを失敗してもいいからチャレンジしていけば絶対伝わるって、相手にだって絶対伝わる。それが苦手だから嫌だなとかね、どうしようどうしようとかね、そういう風にやるのではなくて、やっぱりね、チャレンジして、その方にとってどれがベストかな、どういう振る舞いがいいかな、癒されるかなっていうことを考えてね、真剣に考えて、チャレンジしたらいいと思いますよ。プリエールのセラピストのそういう、僕がそういうことを言ったりもたまにしますからね、うざがられつつ言ったりしますから、徐々にかもしれないし、まだまだ僕の心が綺麗じゃないから、まだ二の足を踏んでるセラピストさんもいるかもしれないけど、ね、一緒にチャレンジしていきましょう。で、別にこれを聞いてる他店のセラピストさんとかね、日本全国のセラピストさんは聞いてるっつっても、全然いないけどね、聞いてる方いいんです。でももしね、たまたま聞いてくれたら、これね、 YouTuber 残るからね、5年後でも10年後でも聞くことも聞けるかもしれないし、検索で引っかかれば ね、ですので、本当に心を磨いてね、自分が心が強くなればこんなに楽しい仕事ないよ、こんな、ま、ある意味楽な仕事ないよ。誰が来たってへっちゃらなんだもん誰が来たって癒せるんだもん、ね、自分が強い心を磨いて、優しさマックスのね、心、強さマックスの心を持ってね、包容力マックスで、お客様と接することができるようになるからね、なっていくわけだから、磨けば磨くほど。そしたらこんなね、楽しい、今日はどんな方が来るんだろう、あ、こういう方だ、あ、こういう方だっていうね、本当にワクワクだらけの、セラピスト生活になります。なので、それこそそういう心のトレーニングを考えてますからね、フリエールでは、ですので、ぜひ一緒にね、僕も成長しなきゃいけないけど、まだまだ本当底辺のタイプの心を持った人間かもしれないけども、やっぱり成長させたいと思ってます。自分自身もいろんなことにチャレンジして、思い悩んでね、壁を乗り越えようと努力して、心をきれいにしていこうと思ってますので、一緒に、心をきれいに、していきましょうよ。本当にね、あなたが、本当に強い心、優しい心、を持つことで、たくさんの方が癒すことができるから、ね、多くの方癒したいじゃないですか、どうせセラピストやってるなら、ね、もう何万人っていう方を癒したいじゃないですか、累計でね、そしたらやっぱあなたが、フォーミーな自分のための、立ち振る舞いじゃなくて、フォーユーの心を持ってね、心を持てるようなセラピストさんになったらいいと思いますよ。自分が楽になるから、自分が楽しくなるから。で、ちょっとね、今日はね、そういう視点でお話ししてみました、偉そうに。
まあまあこういう回もあっていいんじゃないでしょうか。10分ぐらい経ってるんじゃないでしょうか。では失礼いたします。